こっからもうエンディングにしようかな。だいぶまた後半カットして譜面作ったりなんやかんやしてるんですけど、もう絵が変わんないんでカット。だってこの時点で13分の動画ですよ。それでその後1時間以上あるっていう、これは、ね、やってらんないね。編集カットしましょう。なんか大事なこと喋ってないよね。お疲れ様です。今日は1月31日です。はい、今日はですね定休日ということで、まあレッスンが午後から1個だけ入ってたと思います。もう1個なんか入れてくださいみたいな連絡来たけど、実際その後連絡ないんで1個だけなんじゃないかなと思ってるんですが、でね、午前中に今日はね大野さんが来ます。で、コーヒーがなかったんで、ちょっと買ってきました。では大野さんが来るまでちょっと動画進めていきます。連絡ないけど生徒さん今日もう一人来るのかな。一応確認しとくか。大野さん、もう到着したみたいで、ちょっと早く着いたみたいです。駅に向かいたいと思います。多分、うちに来ると思うんだよね。タリーズにいるって言ってた。お、何ですか。行った方がいいかな。行きますか。行きます。はい、戻ってきました。てっきりうちに来るのかと思ったら、タリーズでお話がありまして終わりました。なんか格安 SIM の話だったんだけど、ちょっと自分が使ってるプランがまた特殊で、今のとこ自分にはそのプランは合わないかなという感じがしてるんですけど、
この携帯もね、あの au の通話が無料で、なんつうの、無制限のやつのプランで、ギガ自体はほとんどないみたいなもんだから、で富士 Wi-Fi の方でモバイル Wi-Fi 使ってますんで、結構ね特殊なんだよね、通話料金とそのギガの使い方というか、自分の場合はね。で今日来るかもって言ってた生徒さんは2月に回してくださいって言われちゃったんで今日は来ません。でレッスン自体は今日はね2時からなんで、はい、あと1時間ぐらいとりあえず動画を進めていきましょう。はい、編集が終わらない。もう間もなく生徒さんがいらっしゃいますね。これ今夜のやつなんだよな。半分ちょいぐらいまでいったかな。でもう一本これはやんなきゃいけないんで、明日のやつ、明日がねモンカちゃんの一応本番なんで、先に終わらしとかないとまずいよね。まあでも次のレッスン1個で終わりだから、で月曜日だから掃除もしたいし、っていうかもう月曜日なんかこの間掃除したばっかりな気がするんだけど。そうっすね。まあ一本上げてプロ棋士作ってる間に掃除して、でラスト明日の Vlog って感じにしようかな。はい、はい、本日のレッスンも終了しました。で今レッスンやってたら、久しぶりにこう懐かしい粉雪をやりましょうみたいな感じになって、で振り返ってみたらですね、一番古いデータで2018年11月29日のレッスンのデータがあのレッスンカルテに出てきまして、そしたらねそれに YouTube リンクが貼られてて、自分がその時こう、まあ、解説でやった動画がね出てきたんですけど、すごい若いなっていうなんか感じしましたね。2018年ってことは、まあ Vlog 始めて、まあシーズン1だったと思うし、Vlog 始めてすぐの時はもう体重がマックスで82キロとか多分あったと思うんですけど、この11月の末ぐらいには多分ダイエットを成功して、十何キロ落ちてたと思うんですよね。多分68ぐらいまで多分下がってたと思うんで、今よりも多分痩せてるんですよね。若えなって思いましたね。いやでもこれ残ってていいですね。こんなんやってたんだなーってちょっと振り返りましたよ。では続きやっていきましょう。これ終わらして掃除やります。はい、とりあえず一筆入れて今日のやつは終わり。いや今日寒いね。よし、書き出し。じゃあ掃除やろっか。はい、それでは掃除やっていきます。いきます。はい、掃除終わりました。よし。
お、プロ棋士出来上がってるね。で、今日の動画の書き出しチェックがまだできてないんで、書き出しチェックからやっていきます。ミスってる。そんなのうわ、いるな。なんだよ、気づかんかった。はい、晩ご飯も食べ、明日の動画を作っていくんですけども、このリハーサルの様子ですね、これも確認用に、書き出して、生徒さんと共有したいと思います。 OK テイクだけでいいかな。どうしようね。一応撮ってたとこは全部書き出しといてあげようかな。会話とか切ってやった分は全部書き出してあげましょう。2022-0130 では Vlog やっていこう。あ、っていうか Vlog やっていこうっていう、そうそうそうなんだけど、そうです、忘れてました。この朝練アーカイブも書き出しとかなきゃいけないんだった。はい、明日の Vlog の編集をやっておりまして、終わんないいやー、朝練の日だったんで結構盛りだくさんでね、全然終わんないわ。一旦ね、スーパーに焼酎でも買いに行きたいと思います。あとオープニング作ったら終わりです。よし、来てる来てる。まだ10時前だから、で明日がね結構入りが早くて、浅草のホテルに10時入りっていう連絡が先ほど来まして、ちょっと早いんだよね。でもまあ自分がね、夜遅いよりは早い方がいいですっていうリクエストを出してるんで、自分もそれ言ったっていうのもあるんだけど、北海道から今日来るんですよ。なので遅い時間にうちに来てリハーサルするよりも、まあ、早い時間現地でリハした方がお互い楽だよね。これが終わったらもう一安心だよ。明日本番終わって昼から飲み始まっても大丈夫だよこれ明日のやつだから。